立てた順番で藤野委員。日本共産党の藤野康美です。本日は参考人の皆様、大変貴重なご意見本当にありがとうございます。今日は大変恐縮なんですけど、時間の関係で、鈴木参考人に、3点お聞きしたいと思っております。第一に核燃料サイクルの問題であります。鈴木参考人はさまざまな雑誌等で、核燃料サイクルの見直しというのが避けられないというご趣旨の発言をされていると思うんですが、そのどうしてこの見直しが避けられないのかというのが1点。そして第2にプルトニウムの問題であります。再処理拒絶法のご指摘もありましたけれども、再処理すればプルトニウムが出てくるわけで、世界でこうプルトニウム削減を求められる中、日本の原発再稼働やそれに伴う、再処理、全量再処理路線というのが、どういう意味を持つのか、それが今日はちょっとお述べなれなかったんですけど、来年の日米原子力協定との関係について、もう1点お答えいただければと思っております。で、最後にこれ第2の論点とも絡むんですが、核兵器との関係で、鈴木先生は長崎大学の核兵器廃絶研究センター長でいらっしゃいますし、日本パグボシ会議の代表でもあられるということで、先の国会では インドとの原子力協定を結ばれたわけですが、アジアは今北朝鮮の核開発もあって、こう核の問題というのが重要な局面にあると思っているんですけれども、この核兵器の問題と日本の核燃料サイクル政策、あるいはその原発輸出政策、これどう見ていらっしゃるかという、以上3点お願いできればと思います。鈴木参考人。はい、ありがとうございます。核燃サイクルの見直しがどうして必要かということについては、私は原子力委員会にいるときにですね、すでに、見直しを前提に評価をさせていただいてですね、現時点で、再処理よりも直接処分の方が経済的であり、それから技術的、安全性や廃棄物処理の観点からいって、再処理と直接処分の差はないという判断をしておりまして、ただ現実に6回再処理工場が完成していますので、当時の結論は将来柔軟な選択ができるようにしてほしいという結論を出しました。で、私個人的にはですね、特にモンジュの廃炉が決定した時点でですね、高速増殖炉の開発見通しが不透明になったということが一番大きいと今思います。それを考えますとですね、核燃料サイクルは高速増殖炉が実現しないと意味がないので、モンジュ廃炉の時点でですね、核燃料サイクルの見直しは必至だと考えています。その中、特にですね、使用済み燃料の中にすでにですね、再処理できない使用済み燃料というのもあるはずですので、少なくとも直接処分は可能にしていただきたいというのが私の希望であります。2番目についてはですね、これ1番目と関係してくるんですが、全量再処理路線を続けるということはですね、プルトニウムを生産し続けるということです。原子力の将来の見通しがまだはっきりしない時点でですね、再処理を続けることはプルトニウムの在庫量が増えていくということです。これはぜひとも避けなければいけない。これはすでに日本政府もそれを先ほど申しましたが認めているわけですね。そのためには再処理のペースを落とし、必要のない再処理はやめるという決定が必要ではないかと。日米協定ではですね、日本の再処理を30年間包括的に認めてきているんですが、あくまでもそれは日本の自主的なプルトニウムバランスを取るという前提になっておりますので、これが今後もプルトニウム在庫量が増えていくという状況であるとですね、おそらく、アメリカ政府の中にも見直しの議論が起きる可能性があります。現時点ではまだ起きておりませんが、日米協定そのものの見直し云々とは独立してですね、核不拡散の観点、核セキュリティの観点からプルトニウム在庫量を減らす、そのために燃料サイクルを柔軟に見直していくということが必要ではないかと思っています。3番目はですね、私が今一番強調している点は、この核燃料サイクルを維持することが潜在的な核抑止力になるという考え方があちこちで意見が出されていることです。で、これはかえってですね、周辺にですね、
緊張を増やすことにつながるわけですから、私はこういう意見が出ないようにですね、日本の平和利用に徹する原子力政策ということをですね、ぜひ国会の方でも監視していただいて、核燃料サイクルは平和利用のためにあるんであって、原子力は平和利用のためであってですね、潜在的核抑止のために核燃料サイクルを維持するということはぜひ、やめていただきたいと思います。ありがとうございます。塩川委員。